6月の20日に、告示された東京都知事選挙、ポスターの掲示板とかでですね、めちゃくちゃ大炎上してて、めちゃくちゃ面白いんですけど、NHK 党が24人でしたかね、掲示板埋め尽くすみたいな、お話とかですね、もうフルヌードみたいなポスター貼ってるアホな候補者いたりとか、いや、もともとだってそういうもんじゃないですか。だって昔、横山ノックさんとか大阪府知事になったし、意地悪ばあさんの、青島幸雄さんが知事になったりとかですね、お笑いじゃんそれっていう、民度が低くなったとか、なんかいろんなこと言ってる人いますけど、昔から民度って低いよねっていう、意地悪ばあさん当選させて東京都市博を、潰して、ね、大前健一さんを落選させるっていう、だからその程度の民意なんだよお前らかっていう、はい、ということでですね、昔から茶番ではございますが、ネットっていうか、まあ、テレビマスメディアの影響で、僕前言った通り、彦根市長とか、それこそ石丸伸二元ね、秋高田市長なんかもそうですけれども、多分東京とかでもですね、八王子市長選とかですね、町田市長選とか、その程度の人口の部分だとですね、多分ネットで、訴えた、まあ、石丸伸二さんみたいな人が多分当選すると思います。もうテレビ VS ネットで言うと、今ネットの方が、情報量とか見られてる多分時間が多いで、特に YouTube がですね、4G になってスマホでサクサク見られるようになったのが大きくて、あとコロナの時にみんななんか家に引きこもっちゃったもんだから、スマートテレビみたいなの買っちゃってるんですよね。それにもう YouTube のボタンとか、あるんで、基本的になんかその意外とみんな真面目なんで、まあ、民意はあれですけれども、意外と真面目なんで、YouTube とかで政策を見たりとかするんですよね。で、そういう人たちの投票行動に YouTube はかなり僕は影響を与えてると思っていて、これ X でもインスタでもなく、多分 YouTube なんですよ。で、YouTube が、もう告示日前にアップしとけば、内容改変しなければですね、ずっとその自分たちの政策とかをですね、言い続けられるので、これが効いてる。だからですね、地方の首長選挙はですね、国政選挙とかじゃなく、衆議院議員とか参議院議員の選挙とかじゃなく、地方の首長選挙で県庁所在地レベルじゃないところですね、つまりテレビの影響がほとんどないところ、に関して言うと、まあ、要は町田市長選とか、八王子市長選は東京でキー局がやるかってほとんどやんないわけですよね。だからそれと同じことが起きると。ただ東京都知事選はですね、日本でも一番大きいですね知事選なので、かなりテレビがやるんですよね。それなので構図的に小池百合子さん VS 蓮舫さんで石丸伸二さんが追う展開みたいな感じの、まあ、通り一遍の選挙予測になるんですけれども、これね、まだ出口調査とかやってない状況、期日前投票が始まりですね、出口調査とかをやりだすとですね、実際の数字見えてくると思いますけれども、今の時点でどうやらその港区渋谷区で、石丸伸二氏がトップになってるっていうような報道も出てきたということで、まあ、他の選挙区でもこれ、まあ確固たるデータがそんなにあるわけではないんですけれども、小池百合子さんが、まあ、連合の支持を受けたのは非常に大きい、野党はですね、立憲民主党が共産党と組んで蓮舫さんを応援するという状況になってて、れいわ新選組は結局ね、前回山本太郎さんが立候補したんですけど、今年は、誰も立ててなくて、先日のですね、衆議院、東京15選挙区ですかね、に立候補をしたですね、何でしたっけ、あの人、令和新選組の山本太郎と仲いい、あの元格闘家の人って誰だっけ、須藤元気だ、そうだ、須藤元気なんかを出すんじゃないかって言われてたんですけど、空気読めなく須藤元気出すかと思ったら誰も出さなかったということで、まあ暗黙の了解で蓮舫さんを一応支持する方針なのかな、令和新選組の人たちは。でそこに割って入った形なのが石丸さんです。で私も YouTube チャンネルで、2回に分けて対談をしたんですけれども、もうなんと1本目の動画200万再生に迫る勢いということで、これはね結構すごいよ。うん。結構すごいから、これ多分蓮舫さんにもしかしたら追いつく勢いかもしれない。
レオンさんはやっぱり連合の支持得られなかったのがやっぱりちょっと痛手で、あの前回の宇都宮健二さんあたりは超えると思いますけれども、そうですね、20〜30万票を取れるか取れないかぐらい、小池百合子さん200万票超えてくるんじゃないでしょうかね。ただそこにこう石丸さんが猛追してるという、これが要は地方でテレビとかの影響が全くないところだと多分石丸さん当選するんですけど、まあ影響がかなりあるんで、そこ側のバイアスがどこまでかかるかなんですが、選挙ってのはやっぱそのお祭りなんで、ここで石丸さん優勢だってなったらお祭りが起きると思うんですよね。ということで、選挙戦ね、今あの SNS 等でその聴衆がめちゃくちゃ集まってきてる画像映像が出回っておりますが、ここで石丸さんのが台風の目って言われてましたけれども、ネット VS テレビ、マスコミですね、こちらの、戦いというふうにも言える、つまりここで都知事選で、石丸さんが勝ったりとか、あるいは猛追して僅差になったりすると、つまりテレビはネットに負けてるってことになるので、ネットの影響力、次のですね参議院議員選挙だったり衆議院解散が起こった場合にですね、衆議院議員選挙でネット世論がかなり力を持つことになると、そうするとパラダイムシフトが起きてしまう可能性が出てくるということで、今回の選挙はですねその辺に注目されるといいんじゃないかなと思います。まあね、どうせ無理ってみんな思って、その若い人たちに当選ね、あのほぼ無名だったその石丸伸二さんみたいな人にですね、当選あのね投票しても意味ねえみたいに言ってた人たちも、もしかしてネットで世論変えられんぞと、不動票がやっぱり多いんでね、なんだかんだ言って、その不動票で世の中を変えられると思ってしまって、そこに対してですね投票する人、これ出てくる可能性もあるということで、非常にですね、これはあの面白い事態になってきてるんではないかなと、そういうふうに今回の選挙情勢を見て思いました。ということで東京都知事選2024の解説でございました。いってらっしゃい。